おい、結構はっきり見ますね、やっぱキャリパー。WCワークス TV。 いつも WCワークス TV をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは誰でも簡単に車をきれいにできる方法やことをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いします。ニューウェブ予選ウエストカーナー。はい、ということで今日はですね、久しぶりに、その知識系の話といいますか動画なんですけど、先月ですかねにアップした動画で、兵庫県神戸市にありますウェーバースポーツさんっていうお店に取材に行かせていただいた動画があるんですが、その時にですね、対応していただいたスタッフの一輝さんっていう方が、まあ、そのウェーバースポーツさんが販売されているホイールのデザイナーのお仕事もされているみたいなんですが、ちょっとですね、こうホイールについて話をしていたらですね、こうどん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 こうトークがこう盛り上がっていてですね、本来はですね、撮影するつもりなかったんですけど、ちょっとですね、そのホイールの話があまりにも面白かったので、ちょっと急遽ですね、撮影させていただいて、内容的にもですね、まあサーブでやるような内容なのかもしれないんですけど、やっぱりですね、車のおしゃれの基本、足元、ホイールってことで、本当に面白いお話が聞けたので、ちょっとね、メインの方で流したいなと思って、今回はですね、ホイールについてのちょっとした知識のね、動画にいます。なので、まだですね、前回のウェーバースポーツさんを訪問させていただいた時の動画をご覧になっていられてない方は、先にですね、まずはそちらをご覧になっていただければ、よりこう話がつながるかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということで早速、Let's get started!それがチャンネル登録数。これ塗装これどうなったんですか。これはね、カラークリア系ですね。これ色もしかして角度、あ、変わりはしないんか。光り方が、まあ、ディスクがダイヤモンドカットになってるんで、輝き方でちょっと変わってします。ダイヤの上に塗っとんのか。はい、そうです。なるほど。このクリア、カラークリアでもちょっと光沢が多分違うと思うんですけど、上のカットからカットの上に乗ってるんで、これがすごいですね。カッパーゴールですね。カッパーゴールだったら結構色は薄いんで、このマシニングで削り出した跡とかが生々しく見えると思うんですけど、これだけ根茎とするとやっぱり材料がすごいので、根茎部ってなんすか。ディスクがこう逆反りになってる。ああ。これをさせるためには材料がめちゃめちゃ分厚いのがいい。あ、なるほどね。まっすぐじゃないですもんね。そうです。だからまあコストもすごいかかってるんですけど、センターキャップも削り出して。これサイズなんぼすか。これはね 14J ですね。14。インチでいくと22ぐらいですか。20ですか。はい、20ってこんなでかいの。そうですね、まあ、大きく見えるデザインでもあります。ああ、これなんぼするんですか。30万ちょっとぐらいですかね。4本で120万か。そうですね、まあ、スーパーカーとかを買うと、まあでも後ろ用っすよね、はい、これ ね完全に後輪用っすね。小竹梅のラインナップがある、これからもっと単造の種類を増やしていって、はい、インチもいろんなインチを作っていこうかなと思うんですけど、ね、はいはいはい。あ、でも詳しいですね、ホイール、はい、なんでこんな詳しいんですか。好きなんでしょうね、学校がすごい。そのアメタンがすごい好きで、はい、アメタンの勉強ずっとしてて、まあ、日本でもこういうホイール作れないかみたいな、はいはい、作り出したのがきっかけで、はい、やっぱ日本ってこのホイールの強度試験とかはすごい厳しい国なんで、はいはい、その試験をクリアしないと売れないんで、はい、
そのためにはやっぱりすごい頑張りましたね。頑張りました割れるか割れないかみたいな、はい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 、ここをこうすれば割れにくいとか、はい、研究して、うんうんうん、はい、なんとかこう日本の鍛造でアメタンっぽいのを作りたいな。アメタンっていうのはアメリカン鍛造の略ですか？そうです、そうです。あ、合ってた。やったアメリカン鍛造って結構消化向けであって、はい、一般を走るように作られてないんで、はい、で見た目はもちろんすごいんですけど、はい、やっぱ走ると割れるんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、日本って基本的にもう走るのはスタンスなんで、はい、もう走るためにはやっぱり強度がないと、うんうんうん、はい、なんかあっちにもホイールが並んでます。そうですね、こっちは鍛造の3ピースなんですけど、はい、3ピースね、こっちはまあ僕あの右上のやつが好きです、色。ああ、左もいいな。はい、マット系はまあ、あのすごい好み分かれますけど、これがまあ一番最初に作ったコーンケーブル始めのホイールで、はい、ファイブラインっていうシリーズなんですけど、はい、いやすごい19インチなんで、はい、まあ、あの結構年齢層が高めの人たちが好みのやつ。そうなんや、はい、まあ、あのピアスボルトがない頃はやっぱり掃除も楽なんですよ。ああ、そうです。あ、僕ピアスボルト嫌いっす。そうでしょ、はい、そうです。汚れたまるんで、はい、そういう客さんの人はやっぱり結構19インチとかミニバンだったりとか、はい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 、そんなに下げずにこうスラッと乗れる人、うん、乗れる車とかにやっぱ履くんで、はい、19インチはもうピアスなしでシンプルに。うーん、あ、ほんまや。こっちは18インチがもう標準なんで、はい、もうピアスボルトをつけて、ピアスボルトのカラーも3種類、ブラックとゴールドと、はい、普通のシルバーのクロームですね。はいはいはい、はい、これだとブラックですね。そうですね、こっちはもうついてるのが標準の、まあ、クロームのピアスボルトですけど、ね、こっちはもう待望の18インチ、待望の18インチね、はい、今年新作モデル。そうですね、こっちが18インチで、まあ、同じディスクなんですけど、こっちは19インチなんですよ、はいはい、ステップリムになって、まあ、19インチになるんですけど、86とかをまあターゲットに。あ、はい、なるほどね、まあ、PCD も、5ホールの100から120まで、はい、あれこれなんですか。これはね、まあ、最初の設計段階で。あ、なるほど。一回そのキャドデータだとやっぱりそのエッジの部分とか分からなかったりするので、はい、一回ウッドチップで削り出して作ってもらうんですよ、はい、で作ってもらってみてやっぱり違うなと、はいはい、鋳造って肩すぐに触れないんですよ。なぜですかそれは。あ、鋳造ってこう流し込んで肩を抜いたのができるのがこういうディスクなんですけど、はいはい、その肩をすぐ触れないんで、はい、一回こうやってもう物を作ってみて、あ、なるほど、分かりやすくなって、はい、でまあ、これからこの6ラインが生まれたんですけど、これ、あ、六本、はい、6ライン、そうです、ゼニスライン、6ライン、はい、はい、すごい、今よく売れてます。マジっすか、はい、あ、綺麗、すごいですね、これ、まあ、日本では大手メーカーで作ってるんで、あ、やっぱり仕上がりと、信頼度はやっぱりすごいかな。ってことは、はい、委託してるってことですね、生産を。まあそうですね。ああ、はい、なるほど、そういうのもやってんねや。そうです、やっぱりリムってホイールにとって命なんですよ、はい、そのやっぱり持ちが悪いとかやとすぐクラック入ったりとかするんで、うんうん、やっぱりすごいアウトバウンドな感じで研究してるリムなんで、はいはいはい、はい、一番やっぱホイールメーカーで一番綺麗なリムだと思います。いや、もうこれはもうマニアックなトークですよ、これは。そうだね、はい、ちょっとごめんなさい、前後しちゃって、こっち行きますか、はい、あ、これもだからその6ラインですね。6ラインの18インチなんですよ。リバースリムは基本的にその18インチで、まあ、ステップリムになると19インチとか、はい、まあ、今これだったら、まあ、出だしの5ラインのピアスボルトないタイプの20インチなんですよ、はい、ステップリムなんですけど、こっちはリバースなんで19インチなんです。20と、はい、まあ、同じ色なんですけど、この光の当たり方が全然違いますね。違うように見えたりとか、まあ、センターキャップの色で雰囲気も変わったりするんですけど、はいはい、社長、はい、ステップリムって何ですか。ステップリムは、まあ、このリバースリムっていう、これリバースっていうんですけど、はい、ここにこう段差がないタイプ、まっすぐストーンと来てるリムなんですけど、はいはいはい、ステップリムはここでこう
一段ステップしてるんですね。あ、ここか。はい、ここで1インチ変わるんです。これね、はい、あ、なるほどなるほど、あ、そういうことね。ディスクのサイズが、はい、ディスクは同じサイズで、まあ、リムだけでこうインチが変わるっていう、はい、あ、そういうことか、はい、昔はステップリムブームとかありましたけど、あ、今はまあ引っ張りタイヤが主流なんで、結構リバースホイールの方がみんな好む、はいはい、好むんですよ。まあ、こっちはこのゼニスライン、そのさっきの単造以外は全部2ピースなんで、はい、まあ、8J から 12.5J まであって、はい、1ミリ単位でオフセットも変更できるんですよ、はい、まあ、そこが2ピースの一番の利点なんですよ。あ、なるほどね。3ピースになってくる と、リムがもう、はい、種類があんまりないんで、はい、8ミリ飛ばしぐらいのオフセットになるんですよ、はい、8ミリとか、まあ、はい、そういう何ミリ単位なんです、はい、ユーズはあんま効かないですね、細かい。全然、まあ、今結構スタンスブームとかなんで、はい、みんなこう結構ギチギチに攻めたりしやすいようにも、うんうんうん、やっぱり2ピースが一番価格帯的にも、うん、はい、独自だと。ってことは今一番推しているホイールとしてはどの辺りになりますか。今年出たばかりのこれですね、はい、このめちゃくちゃこだわってるんですよ。この5本スポークで18インチにするとこんなにスポーク長くできないんです、はい、ここの PCD ホールの兼ね合いっていうのは絶対あるもんなんで、はい、まあ、100の5ケツから120まで使えるようにっていうので、このハブの形っていうのはもう決まってるんで、はい、そこからスポークをどう長く見せるかっていうのは、もう皆さんが高校生のようにこうスポークの、はい、つまみ出し方とかそういうのでこだわったりとか、あとピアスボルトがついてるその周りですね、リムにくっついてるアウターのところ、はい、薄く作って、うんうん、はい、もう限界の限界で作りました、ね、なるほど、はい、だからこれを車に履いてると結構18インチに見えない、はい、いや、はい、見えないです。そうです、横のやつが19なんですけど、はい、あんまり分かんないです全然、はい、これが一番こだわりかな、うんうんうん、これ色、これゴールドですけど、はい、ディスクは、はい、他何色あるんですか。はい、いっぱいあります。いっぱいありますか。大体言ってもらえれば赤、はい、青、はい、何でも言ってもらえれば黄色、紫、白、黒、ピンク、何色も、あ、もしかしてカスタマイズできることですか。そうですね、基本的にも自動生産でお客さんが欲しいのピアスボルトの色やったりとかディスクの色やったりとか、なるほど、色をまあ選べるように。すごいな、ホイール博士がいますよ。 VIA とはい、JWL です。あ、強度試験の言ってたね、両方パスしてますよと。はい、す VIA はあの打撃テストっていって、上からこうすごい荷重かけたハンマーみたいなのでこう叩く、叩いてその何キロの衝撃、はい、690キロとかをドーンとディスクに当てて割れないかっていう試験なんですよ、はい、それに合格した証なんですよ、ね、VIA、はい、JWL は回転試験ですね、こう何万回転の機械でひたすら回せるんですよ、はい、すごい荷重をかけながら、はいはい、タイヤをつけて、はい、千万機みたいなやつですかね。そうです、そうです、それにつけてもうずっと押し付けながら回してこう割れないかという試験で、はいはい、あと負荷をかけながら、うんうん、重りをホイールにつけてこう引っ張るように、ハブからこう引っ張るような力でかけながら回す試験とかを受けてこう無事通ったホイールたちです。全部そうですね。そうです、これだからそのファイブラインですけど入ってますと、はい、でこっちも、はい、こっちも JWL VR ありますね、はい、ね、はい、左今の下のこう私なんかに入るのがあったりとか説明が説明ができるってことで、はい、レバーさん推しの、推しのっていうかもう自分のところのもう一番の商品ですもんね、はい、設計者は、はい、あ、横が入っちゃった、デザイナーですよ、ね、デザイナー、ごめんなさい、横が入っちゃった、カニ噛まれてます、ちょっとだけ顔出してください、ちょっとだけあ、いい、ここで終わろうはい、いかがだったでしょうか。やっぱりですね、ご自分でデザインからされて販売までされているので話にもですね説得力がありますし、こう熱みたいなものもね画面を通じて伝わったかなと思います。一輝さん、ウェーバースポーツさん、貴重なお話を聞かせてくださりありがとうございました。ありがとうございます。そんなねこだわりが詰まったホイールですが、もちろん販売もされていますので概要欄の方にですね詳細の方を載せてます。よろしければぜひチェックしてみてください。ということで今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら高評価ボタン、そしてチャンネル登録
あの方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram 等各 SNS もやっております。ご質問や問い合わせ等は SNS の方からでも受付しておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。見てるね。おむつが入ってる。その説明も。そう、そういうのをすごい回しなかったんですか今。回し出したら急に固まるんですよ。だけど回し出したら急に固くなる話が。さっきもそのこのお店のここのお店の歴史はみたいなめちゃめちゃいい話やったのに、でもう一回お願いしますって言ったら急に固くなる。なんかいろんなことやってるんですね。そうですね。まあここの土地に4軒車屋さんが入ってて。はい4件、はいはいはい、あ、いろいろ書いてありますもんね。そうですね、まあ、あの大きい釜ぐらいだと分かるんですけど。あ、ほんまや。はい、金太郎クラブ、はい、うちの社長と社長のお兄さんが、まあ、金太郎クラブっていう名前で、まあ、板金塗装と、はい、用途は分かれてるんですけど。はいはいはい、はい、で、まあ、ウェーバースポーツが、まあ、オリジナル製品の販売で、はい、WS エンジニアリングはあのスーパータイトルを走ってる、ホンダが強いレースカー製作って書いてあった。はい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 、レーシングカーとか、まあ、スポーツカーを主にチューニングとか、はいはいはい、してる部門。そうですね。でもタンプロジェクトさんが、板金塗装を主にやってるところで、はい、で PC カンパニーの方はあのビル清掃とか。ああ、はいはいはい、まあ、だからビルって書いてある。はい、社内清掃とかももちろんですし、はい、まあ、家のクリーニングとかもやってる会社なんですけど、まあ、この敷地内で、まあ、車のことだったら大体何でもできるなと。ああ、はい、そういうことですね。はい、板金もできて、チューニングもできて、はい、そうですね、変えて、売れて。そうです、ね、なるほど。わあの丸だけ P つけてください。あ、そこ切ります。あ、大丈夫です、大丈夫です。え、パーさんが大丈夫、 NG なんで、お互い顔出し NG。 それはどうしてですか。18日だから。そういうことですね。で、まあ噛まれてますかね。